お腹がいっぱいになりました。ご飯もお願いします。お願いします。巻いた？大丈夫か？見えない。ないしょ。大丈夫大丈夫。はい、では質問タイム。まず、なだえちゃんからさきちゃんに質問お願いします。さきちゃんいつもなんかウェアが結構カラが多いなと思って。あ、確かに。でなんかその好きな柄、確かに柄は多い、うん、柄が好き、うん、そもそも柄、うん、片方上下のうちの片方は柄入れるようにしてる、うん、結構派手なウェアが好き、うん、そうゴルフの時は、うん、なんか派手なの着た方が映えるかな。確かに。で、そう着てて私服が多分暗い色着ることが多いから、ゴルフの時はなんか柄物とかちょっと派手な色とか選んで、うん、なるほど。おお、ナイスアウト。すごい、お立ち台からいい感じ。いいんじゃない。曲がった、うん、まあでもナイスじゃない。だー、過ぎちゃった過ぎちゃった。オッケーよ。ドライバー良いね。曲がらないね。曲がらない。よいしょ。またワンタッチする。でも大丈夫。あ、でも大丈夫。あ、よかった。フェアウェイ。ワンタッチした。ワンタッチして帰った。帰っちゃった。はい、はい、質問タイムです。はい、あ、もう一個、うん、なだえちゃんから、はい、さきちゃんに、はい、ゴルフ以外の趣味は。わー、出た。ゴルフ以外の趣味めっちゃ聞かれる。それあんまりスポーツでは本当になくて、海外とか、まあ、海行った時にサーフィンするくらいで、普段からやるのは料理かな。おー、いいね。家庭的な、うん、ちょっとだけ家庭的さを見せて。よくないかな。今は走ったりとかはしないの？走ったりもしない。全然、うん、電動はもうゴルフだけ。ゴルフだけ。そう。かっこいい。スッと。大丈夫。お、お、バンカー出た。出た出た。さきちゃんからなだえちゃんに質問ありますか。学生時代やってたスポーツみたいな。学生時代は中学高校と軟式テニス部。テニスなんだ。そう。あ、そうなんだ。見た目通り。見た目通り。見た目通り。え、なんかいや。文化部かなって思った。吹奏楽部。あ、なるほどね。運動じゃない方ね。そう、なんかお嬢様系の。全然めっちゃスポコン、スポコン系だったよ。結構厳しくて、部活ばっかりしてた。そう、え、中高。そう、中高。中高テニス、うん、ちょっと難しいね。間だったもんね。いいんじゃない。どうですか。いいよ。ちょっとオーバーだけど、いい、悪くない悪くない。あ、まあ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 。やばい。乗りました。
登りました。お、いいんじゃない、大きいか、いいんじゃない、今完璧、いい、戻る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 、戦いですか、めっちゃ風強い、台風並みの強さです。風が強い日は2人はゴルフどういうのを意識してますか、ちょっと大きいクラブ持つ、うん、あ、一番手には一番大きいクラブ持って、うん、無理しない、無理しない、うんうん、力みがちだから、そうだよね、やっぱ打ちに行こうっていうか、なんか負けないように体動いちゃったりとかするから、やっぱ力抜いて一個大きいクラブ持って普通にいつも通りスイング、うん、そうだね、それが一番そうだ、かなえちゃんはちょっとあの木の間に、ね、ちょっとなんか変なのがそこら辺、並んでます、片道なんで動かしてください、おー、うまいよ、これ完璧じゃん、乗ったー、ナイス、ちゃんも続こう、右、大丈夫よ、大丈夫大丈夫、めちゃめちゃ難しい、ここからピンチがあそこで、グリーン面がすごいことになってるんですよね、さきちゃんナイソン、グリーン面がうねってます、めっちゃスライスするやん、そんなに、